足が冷たい。よいしょ。ございます。今日はミニチカッパ祭本番だよ。もうでも12時間後ぐらい本番は11時間後か。透明感が過ぎて見えなくなったのかと思った。それも波ね唇が乾燥がすごい。だからそう、夕方までやねん。だからギリギリどうかなって感じ。微妙よな。アミたちが出る時間は夕方というのかっていう問題まあでもそんな豪雨とかじゃなければあんま濡れへんと思う。屋根はあるし、そんな、なんかもうさ、こんな斜めな雨やったらステージもあれあのいるところも濡れるかもやけど、普通のザーザーかポツポツ雨やったらまあ大丈夫だと。そうそう、逆にね、夜やから止んでる可能性が全然あるんよ。夕方は15時から18時、じゃあ全然いけるふふ。前回マイクから豪雨でびしょびしょな。ね、やんな。横はな、ないもんな。なんかな、鉄骨しかないから母さん、やめ、バリやめらしい、今日は。あれやとさ、花粉がさ心配。今だって雨の後って花粉ひどいって言うじゃないですか。今もひどいしだからどうなるの。もう息できひんくなるかもしれん。なバイバイくらいから多分から帰るときは寝てほしい。帰るときはさ、多分な8時ぐらいから止んでそうやけど。結構なっちゃう。鼻水で鼻両方詰まって最悪。
雨降らんでほしいねんけど、普通に全然花粉じゃない時やったら雨降っていいよ、あかんけどそんなで豪雨はあかんけど、花粉の時期に雨降られたらさ、普通に花粉症の人死ぬからやめてほしいよね。鼻水がくしゃみのせいで鼻水がひどくなった。しかもさ、めっちゃ前髪長いよな今。入った。あ、花粉症が治る薬、治る薬ってもうなくなる。さあ、世界から花粉をなくすものを作ってほしい。なんか確かに、それ飲んだら花粉症なくなりますよみたいな。あなた若いわねって。13歳ですわよ。ウグとか花粉のいいの、え、ようわからん。あれ、なんか何が花粉にいいとかあんま信じてないよ。だって薬でさえ花粉症になんかあんま効かへんねんもん。じゃあそれ以外何が効くっていうのって思って、なんかもう花粉症に関してはどれも信じられへんなってきた。いた。あれ、もしかして今日って、わ、なんか踏ん飛ばないすぎうて。てるみたいやけど、大きくなるまで30年くらいかかる。やんな、それまでさ、しかもその今飛ぶさ花粉杉がさなくなるかどうか。はい、あ、薬は飲んでるよ、薬は飲んでる。それ以外のなんかヨーグルト飲んだ効くよとか、食べたらかはあんまり、もういいやってなった。花粉症、目、口、目、鼻、口の周りに肌用のニベアを塗ればかなり防いでてくれる。へえー、すごい。救急車で花粉症のメンバーいますよね。私です、はい。花粉症の特効薬発明したらノベル賞、もう発明しようかな、あやみが自分で治る薬、花粉症が。なんかね、なんか暴れてるよ。なんかもうほんまにさ、にゃんこさ確信犯でさ物落とすからさ、もうやだ、本当にやだ。アミが発明する、待って、めっちゃ上行っちゃった。今週は一人やつ違うからね。
マジでやばいもん。なんか他のアレルギーもさ加わってさ余計ひどい。あみはとかはその花粉はマシやけど、ハウスダストがすごい。あの掃除の時とかえぐい。目の髪は特になし。鼻水と喉でも猫で目だから結局フルコンボなんよな。もうバボが不調。そうもう遺伝これ多分遺伝やと思う。花粉症もうコンボだな。毎日ネビア塗ってるからあんな取りたいぐらい花粉症やったけど、鼻水全然ない。目も少し描いたけど、すごい。花粉でどんどん来ていく。猫でどんどん来てるからもう終わり。ほんで猫はちょっと痒くなる時あるし、肌が。でハウスダストでどん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 やろやばい。検査したく何回かしたことあるマジで。なんかさそう最初は1回あ2回やん分からん。覚えてるじゃん1回あ2回ラブトーよ。なんか最初はシンプルに何かよくさお魚を食べた時にめっちゃ唇が腫れるのね。腫れるって言っても何かめっちゃ痒くなって腫れるのよ。だからその一回検査しに行ったんよ。それで別にアレルギーではなくて、まあ洗ったら治るよみたいなこと言われて、それ、うん、ご飯食べた後に腫れてきたら洗ったら治るよって言って、まあ、それだけで終わって、まあ、それ以外は普通にいつも通りのアレルギー、いつも通りのアレルギーでないや、いつも通りのいつも毎回出たアレルギーやって、2回目が猫飼い始めてめっちゃ鼻水がひどくなったから目もあやめもじゃないみたいな感じで検査しに行ったら、しっかりと猫でした。猫とハウスダストと犬は大丈夫やねんな。あやみ犬がいけて猫がダメらしい。でまああとはハウスダストとか花粉は杉だけやけど、うん、食べ物系が全然ないよアレルギー。花粉症もアレルギーもやったことないからマジで辛いよ。でかいヤギの猫でるし、え、でも猫なっちゃったらさ自分だ、常に自分の毛がさここの範囲にあるってことやろ。死んじゃうで。お、15分経ったみたい。何日 ?240、おお、結構いったね。125、124日か。でもさ、猫アレルギーひどいけど、猫好きやから許せるよね。いっぱい触りたいし。犬は散歩が時間がないので。ほぼの家おらんからの人。猫はさ、め自由に寝たり遊んだりしとうけど、犬散歩行かなあかんやん。そう、その時間がない。雨は学校とか南波行ってたりするし、ママも仕事やし、
そう、家族が仕事やから。パナナルギー、そうなのよね。あと犬はさ吠えるやんめっちゃ、それで起こされそう。猫って散歩いらん、まあ、知ってる人は知ってるけど普通はいらんよね多分。ああこの前でも猫散歩してる人見た、可愛かった。猫飼い始めたら、ね、猫アレルギーになるのはあるあるらしい。結構大型犬似合いそう。やみ、あれ大型犬飼って枕にして寝るのが夢夢やったっていうか、夢まだいけるけどな。そしてアレルギーもさ最悪、むしろ寝られへんやん。じゃゴールデンを魔界さなかれるよな。友達さめっちゃでっかいゴールデン買っててさ、若いのさんも、そう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 、そうなの、そうなの、おそろっちなの。若いのさんもアレルギーらしい。それから入らせてもらってさ、さすがに潰れちゃう時短よかったのまま安いにおいの顔のもらえて起こされたとかかわいい。レイポンはチワワを飼い出して散歩するのが楽しすぎてチクなるしよう。うわレイポンチワワやレイポンチワワっぽかわいい。一緒に歩いてんねやろ、あの一人と一匹が。かわいい、想像しただけでその場かわいすぎるその場所幸せ空間じゃ。ヘッポン自体がこういう時もえやんな、なんか懐い誰にも懐くやみたいな性格的にも見た目的にも見た目ポンちゃんもう抜かしたからね。一応前でレイポンしました、わかるわかる。なんか一旦メンバーのさペットになってみたい。この日はこのメンバーのペット、この日はこの順番に回っていきたい。どんな生活してるんかさ、なんかそうメンバーのペットはどんな感じなんか知りたい。どんな関わり方っていうの、過ごし方してるのか、まあ、うちの猫はもうどんな過ごし方してるか分かるやん。うちの飼いから誰に一番買ってもらいたい。バカニャさんバカニャさんの猫ヤンコリサの回答を僕らにさせてもらってたらいい声じゃないけど、ちょっとな、うん大丈夫。ペット目線、そうペット目線、なんか自分ペットとしてどんな暮らしをしてるかも知りたいし、
だ自分だ自分の猫もさ、なんか昼間何してるのか知りたい普通に。ナミたち誰も家おらないだ。メンバーペットになって上にあるものを落とすメンバーの目しかいないが、それは豆犬も猫も室内表示も長いよね。そうなんや。じゃあもう一緒部屋の中に入れてあげよう。危険やしね外は。しかもうちの子たちどんくさすぎて家帰ってこれなさそうなんやな。外出したらムギちゃんは出ない。その外に出るけど、出たことある一回ないです。ごめんなさい、ないです。はい夢でしたこれは。ないけど一旦出そうになったけど階段とかまで行って戻ってった一旦行ってきますってドア開けたらちょっと出たけどビビってすぐ長入ってた。ねごめん。でもごまめたちはめちゃくちゃ外出たがり。脱走脱走。ペット紹介の特番とかメンバーのペット大集合できないから。え絶対可愛いやんもううちの猫も脱走したけどカラス怖くてビビって動けなかった。かわいいかわいい。さあ今も波の麦も出てみたものの外の世界意外と怖くてバイバイって感じ。でゴマは外からちょっと見てる。ゴマはね、アミがベランダいるときはめっちゃあの窓中から見てくるけど、あのドア開けてアミが入ろうとしたらすぐ逃げんねん。マメはもう意地でも出ようとしてるだからアミがちょっと驚かさないとすぐあのドアの外ドアから離れへん。ゴマはほんまにビビリやから。マメもビビリやけどビビリのくせにめちゃくちゃ暴れてるからどっちなん君って感じ。暴れてほしい。ゴマは基本おとなしいな。あみ通るときでもなんかマメと一緒にバチャバチャしてるときはもうめっちゃ暴れてる。やっぱあれかな、なんちゅうのビビリはどっちってなる。めちゃくちゃ暴れるくせにあやみが近づいたら逃げるね。不思議マジで。サザエさんの玉は結構外出悪く、確かにな外出てるな。メンバーのうち行ったことある、メンバーのうち行ったことあるのはアミやろ。であとはじゃあ基本お泊まりの時あやみんちに来てもらってるからな。アミはけどでさ、エンジェルとお姉様たちの時もあやみんちやったし、あれリオピはちょっと行ったことはある。うんまあまあシャシャゴにしたら行った。けどだけかな。
結構行くのはアミンチ。メンバーとアミとは何回もしたことあるし、まあ人アミとウリオピホーちゃんとまあ何回かあったけど、ほぼあやみんち。そう、メンバーで外でお泊まり会はアミんちでしかないわ。同じように、なんか家の中には入ったことはないねん。でも一応家の前には行ったことある、リオピと。そう、ちょっとね、いろいろあって家の前まで行ったんですよ、リオピと一緒に。でもそれはしようよしたら一旦待って、めっちゃお腹空いた。ママパン取って、パン取って、パン、パン、パンパン、朝はパン。前髪長いな、猫ちゃんズ人見知り。麦はめっちゃする。でも一回あったこ一回会った人が来た時はあんま。おはよう。おはよう。歯磨きしてる。ありがとう。何パンこれ？ムルゴキ。あい。あい。何これ？美味しそう。おはよう。あ。いただきます。うんうんうん。うんうんうん、あ、ママは歯磨きしてた。うん、猫たちかっこやけどな。って言うなら、うん、見合いならどっちが、あれ精神面でってこと？おいしい。しっかりしてるのはアミの方やな。でもあげた。嘘だ。ほんまや。こんなに欲しがってる。いつもやん。ムカついてるんだな。ほら、見て。全員来るよ。だってみんなあげたもん。いっぱい？うん。でもあげちゃう。ふざけるで。うんうん。ちょっとだけあげちゃう。ちょっとだけあげちゃう。キスや他の季節の違いでめちゃくちゃ全員と仲良しやけど、その分。何や、星や。何粒？あんたこっちあるでしょ。近くない気がする。ねえ、めっちゃ仲いいし、結構みんな遊びに対してる。あれでもしかもある。え、いや、結構な。そんなことないで。え、なんか荒れてる。何これ。ごまめ。豆。ごまは嘘、豆。落としていったのこれ。
何これ、全部グスプ、グスプのやつ出してる方が悪いよ。ちゃう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 、こん中に入れててん。それを落とされてん。すごっ、猫ちゃんもらってないふりするのあるある。ほらね、そうでしょ。でももらってないかのように食べるんだもん。おデブなっちゃう、あげすぎよくないよって。あみたいに猫ちゃんと懐いてる懐いてる。うんうん、もう何個もちゃうかな。あみのさ足にさ寝転がってる写真ある。ほんま、あ、そんな感じ。ごま、んで、私 AKB の番組のメンバーのペットを大集合の企画あった。幸せすぎ。 NNB でもやってほしいな。大丈夫？ごまめもいろんな意味で大きくなっちゃう。モゲみたいになっちゃうよ。昔はいないな、ペット企画あった。歌ってほしい。今ブリンバンバン歌ってた？あんな。なんとなくそのリズムに聞こえた。ママまた足折ってない？また足折ってない？だそうです。買った、おいしい。一口。一口って何度？何度？これ配信見て。え、時差ありか。オッケー。だってあやみやもん。違うで、あやみの朝ごはんやもん。うん、うん。いやもう半分もないからあかんわ。あ、全部食べたらやって食べよう。90度も遅い。なんで？あと今までいっぱいあげてるやん。でもママはくれへん時あるやん。あと何度？うん、あとこんだけ。いや、私よく食べる。なんか入ってるそれ。うん、なんか入ってる。若干クリームっぽい。なんか、え、そうなん？やっぱ、うん。じゃあなんか持ってきて。え、ママちょっと忙しい。やっぱもういいや、お腹いっぱい。寝坊してる。終わった。ママなんか入ってる。
ね、そこは残すくらいなら食べきった方がいいやんな。もう全部食べたらよかった。パンをどうするのもある。そう、ほらママにはクリームパンがあるでしょ、自分の。え、誰でしょうね。正解。力持ちやばい。ねえ麦、それ育ち盛りやからしゃあない。よかったです、雨の朝ごはん。でも自分のあるやん。チピチャパチャパドビドビラバダバダリブベジェジェブン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 。ゲーバレたって。ほらは先生、先生じゃない、ママ見てるよ。この前あれの原曲見つけた。なんかあれは女の子が友達をお家に招待してパーティーするっていう歌らしい。パーティーしてシンプルに楽しむっていう歌らしくて可愛かった。チピチピチャパチャパドピドピタパタパ。結局一応全部あるらしい。言う今言おうと思ってた。偶然、ほんまほんまほんま。すごい偶然やろ。そろそろ言おうかなって思ったら、そう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 、クリスピーラッキーは知ってるよ。ね、あれ何だっけ、あ、天才だった俺たち、分かった天才だった俺たちとか、あとは結構見てる。いやはあれね、え、やばいよな今日。木やろ、あ、そう、伸びしろもしと、ちひさんとあるしてるさんドラマで今日は、あ、そう、そっちか、ドラマでか、今日ちょっと知ってる、それは知らない。そんな詳しくはない、歌を知ってるぐらい。あるしてさんのワンちゃんがコニーちゃんっていう名前のも知ってる。TikTok も踊れます。今日行けないけど頑張って頑張る。お腹空いたなら猫バーガーどうぞ。え、ねえ、この猫ちゃんバーガーめちゃくちゃ可愛いねんけど、やばい。で、何、あ、そうそう、ルームス。この前世代交代のシンポジの感想のルームスをあげたから、アクティビティね、を更新したから
コメントください。今日のチカッパ終わりにコメント返そうと思ってるから、あこの時間帯ならあやみ見るやろなって思う時間までにコメントください。分からへん、余計分からへんから、いつか近っぽ終わって何があるか分からんからね。昨日かすわぎママさん誘い、あしてねえねえじゃんけんぽいんばんばぽいんばんばぽいんばんばぽんぽいんばんばぽいんばんばぽいんばんばぽんぽいんばんばぽいんばんばぽいんばんばぽんどらねどら一番上ね、あれ歌える人すごいよな。チカッパトッパだから一個でやめた。そっか、完璧でカラオケで完璧に歌える人おるから、えうちのクラスに二人歌える人おんでっていう自分じゃないのにドヤ顔する人おるよな。自分のことじゃないのに、ま、さまあでも、うん、歌ってるからちょっとやめてって言ってる。授業中歌ってくるねん。しかもさ、なんかさ背景についてるさなんかギシギシ音までさセルフで言っててさ、ツボすぎてさ聞いちるからやめてって言って、その最後までギシ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 フーって言ってる。あ待って、鈴木あやねさんやったっけ、写真見れてないわ、その他のせいでアニメ見てしまった。そうなん、あやみはちょっとまだ見てない。歌は見たことあるけど、歌は結構聞いてて、か歌めっちゃ聞いてる、あの結構好き。昨日 TikTok 上げてたやんな。上げた、今上げましたってやってないよな。やってない、だって夜やったもん。ツイッター作ろうかな。じゃあやみがさ10時までしかツイッターできひんからさ、夜やったもの困る。ママはもうツイッター作って何がとは言わずあげました。怖い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 、意味深い、意味深い、意味深い、 TikTok 上げてました。つぶやこうかな、やめて。しかもあやみのさ怒られる、斜め怒られる、斜め後ろのさこうやねん、やめて。しかも後ろでギシギシ音をさセルフで、怒られへんやろとか、怒られると思ったらちゃんと言ってやそれ。分からへん、分からへんか。うん、じゃあちゃんと告知して。だからもうだって告知されないと分からないよ。ザ・ファーストテイクの再生も2000万いきそう。な、原曲がそもそもない。さよねに似てて可愛いやって嬉しい。さよねに似てて可愛いって言われた。待って、ボソボソなった。この顔って何？じゃあ、あやんとさやかさんが似てるんや、あやさんとさやかさんが似てるんや。でも、ココナっぽいなって思う時もある。それは違う。それは多分違う。なんでさやねんはそれは違うじゃん。ココナ、それは違うの。ココナさんのちっちゃい時がアミに似てる。あー、そうだ、アミだもん、そうやな。うん。じゃあ、アミはあやさんに似てるからもう最強やん。ママは何ねえやろ。
見るねやばい見るねさ。てかさ、めっちゃミルナさん可愛かった、あれ。ご報告結婚しました、あの雑誌のやつ。可愛かった。めっちゃ可愛かった。もうニコニコの笑顔で。あれってあれやんな、雑誌なだけやんな。雑誌っていうか、テレビやろ。うん。アベマ TV みたいなやつやろ。うん、うん、うん。そう。今日あったかい？わからん。外出てない、今日。カーディガンの上にジャンバーいる？一応持ってとこ。え、今日車？え、どこにいる話？車で行く。どこに？仕事？仕事。車で行く。じゃあまあいいんじゃない？持って行っといて。でも車から歩くやん。どんぐらい？20分ぐらい。ああ、それで外出て寒かったら持ってき。今日はあったかいよ。今日はあったかいらしい。あ、じゃあもういいんじゃない？え、なんよ、ほんまに結婚したかと思った急に。今日は寒いですよ、もういるあれ、え、わからん、大阪の人を信じよう。いや、そこ、試合決定で。クイッチさん、どこやろ。車出る時の判断ではちょっと遅いかもしれへんかなあ、そっか、車に持ってっとけばいい。え、そう、だから、暑いんやったら車に置いとけばいいやんって言ってんの。え、あれ、それ言った？言ったよ。マジで？うん。いちご1個聞いてない。聞いて。やば。お願い、聞いて。いちご1個聞いてなかった。お願いです。聞いてください。えらいね。頭いいね。うんうん。ありがとうございます。サークさん、会場でお会いしましょうやって。今日行くの？今日行かない。らしいです。だしです。分からん、分からん、聞くかもしれない。終わってからちょっと間に合いそうだった。別にどっちでもいいよ。なんで？うん。に来られたらもう恥ずかしい。え、だってだって変わらんもん。待って、大阪市南部暖かい。多分あったかい今日。やった。どこに行くんか知らんけど。おう、仕事してください。だってあやめだって今日さ、いつもの声より早く終わんねんで。ちょっとだから一緒に二人で行けばええやん、終わった後。ラーメンに、ラーメンじゃなくても何でもねえ、パスタ食べたい。 あやめとママで、そう、ご飯を食べに行こうねって言ってきてる。そう、出えへんよ。え、だってさ、前回なかったくない？前回なかったくない？なんか食べられへんの、屋台とか。ないない。あ、そうだ。うん。あ、屋台あったな、屋台。帰り道に。屋台はあるよ。みんなで食べたいなって言いながら帰ったわ。今日、どうなんやろ。まあ、そうだね。今日誰が迎えに来てくれるかやな。買ってあげたやって、にゃん。でもあれ、あそこさ、一応通るはするけどさ、ファンの方おるからさ、そんな時間あかんって言われた、この前。え、普通に美味しそうすぎてびっくりした、前回。やばい、やばい、やばい。寝坊した。はは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 。行ってきます。はははははは。いってらっしゃい。あきら先生、怒りで口上げしてました。やばい。あきたの太っ腹。マジでキュウキってさ、やばいよな。行ってらっしゃいって言った。はい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 って言ってた。言ったよ、それ自分でしょ。言ってた。
いってら。いってら。いってらっしゃい言ってもらえるだけ反抗期じゃないと思いなさい。いや、いってらっしゃいは挨拶。挨拶。でも反抗期でおはようとか言ってくるが。うざいなこの絡み方やめよう。うざ。バイバイ。もうみんなとショールームしたかった。もう早く行って。仕事遅れてるの。遅れてはない。遅れるでしょ。遅れてはない、ね。遅れるでしょ。遅れない。遅れる。遅れはしない。そんなゆとりを持って行きなさい。ゆとりもまだ持ってるからこうやって喋ってんねん。じゃあなんであんなに急いでたの。ゆとりの持った時間に遅れてるから急ぐねん。何なんこの人。何なんこの人は愛されてます。あ、一応やんどうらしいね、あやみたちの出番の時は雨。うん、よかったね、ほんまに雨、ほんまに良かったね。やめばいいね。祈っているわ。ね。じゃあ、頑張って。いってらっしゃい。そっか、頑張ってねえか、あやみ。頑張ってねえやし、頑張ってねえやね。頑張ってねえやな。頑張ってね。頑張ってね。バイバイ。バイバイ。わ、笹岡さんもろやって。なんで？笹岡さんもろやって。ありがとう。雨が2年連続勘弁。え、それはさすがに。でもやっぱ、雨や、雨を大人かもしらへんっていう説が出てる。今。てか、キウキに絶対雨女多い。天チムでさえ語れへんぐらいの雨女がおる。から、壇上読みます。屋根ないとこ。一応上には屋根あんねんけど、横がもう隙間だらけ。鉄骨で、なんかもう、こんな。屋根があるだけやから、もうめっちゃ豪雨やったら全部雨入ってくんのよ。では壇上見ます。いきまーす。13位ヨシさん、ありがとうございます。12位きびだんごさん、ありがとうございます。11位テンさん、ありがとうございます。10位おでん屋さん、ありがとうございます。9位セキさん、ありがとうございます。8位トミーさん、ありがとうございます。7位かきひこさん、ありがとうございます。6位キジタさん、ありがとうございます。5位タツニーヤンさん、ありがとうございます。4位サトくんさん、ありがとうございます。3位高松さん、ありがとうございます。2位りょうさん、ありがとうございます。そして1位はびっくりマークの方、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。オープンステージ、そう、もともとね、なんか 船の場所やったらしくね、元工場での壁取っ払ったやつ。なるほどね、すごい。じゃあ通り部でマイキーたちはあそこで幼いたちと戦ってたってことか。あ、もうやば、もうダメだ。完全にさ、ヒロアカ脳にもされてるし、通り部脳にもされてる。聞いてや、なんかさ、まあ、まだちょっと喋りたいから喋るんだけど、あやみの仲いい子がなんか MBTI 的にめっちゃ相性悪い子やねん。やんか、もう親友1人3人組で、1人はもうまあ普通に相性いい方で、めっちゃ1人はめっちゃ相性悪い方やねん。やんか、謎にな。でもめっちゃ仲いいねん。まあ最近だからあんまり MBTI さ信じてないけど、あぶちゃさん、ありがとうございます。なんかその性格は信じてんねん。この MBTI の人はこういう性格っていうのはもうめっちゃ当てはまってる。けど相性がほんまに謎なぐらい悪い人と仲良くて、でまあ最近その人とさ、あやみなんか今好きな女の子のアイドルが韓国、日本人やけど韓国のアイドルがいるんやけど、そのオーディションは、そのオーディションはあやみもその子を見てて、もうそれで完全にそのオーディションの脳になっちゃってるから、2人ともめっちゃハモんねんな。だから例えばもう全てそのオーディションに結びつけちゃって
だからあそう日プ日プだから日プで出てきた曲の歌詞の一部を誰かが言ったらその曲をうちらが歌っちゃうっていう日本プロレス違う日本プロデュースつぶやきがそう一緒になんねん同じタイミングで同じもの歌ったりあとは曲ってさなんかめっちゃ頭にさなんか流れるやんかたまにそれがほんまに全く同じことを同じタイミングで歌い出したり同じ曲をなもうめっちゃ曲ある中で同じ曲の同じ部分を歌い出したり同じ曲一緒に流れてたりするねなんかあとはその子が歌い出した瞬間あゆみもその歌の場所を踊ってしまうとかめっちゃあんねんなんかやっぱさまあもう一人の親友とはもう7年間ずっと一緒に仲良かったからもう自然とハマるようになってんねんけど相性って関係ないねんなって思ってきた最近もう趣味が一緒やったら相性悪くても仲良くなれるんやなっててかもともと相性悪いと思ったことない人のことタイプ一緒大好きでちなみにその子が NNB 受けようとしてた子ですてか誘った子日ブブリンバンバンはなその時まだないねんな笹岡さんへの疑問を笹岡さんに秘密で TikTok でなぜなぜあげてみてえやろうわいも混ぜてもろなんかそうそう日プ見てた子はめっちゃ今もハマなんかハモってんねんでもう一人の子はもう怖いぐらいに脳が一緒すぎてなんかただ同じ言葉を同じタイミングで発するだけじゃなくて言い方とかリズムも全て一緒で発すんねんだからなんかこの前めっちゃびっくりしたのはなんか誰かが誰々何々何々って言ったらなんでやっていうのを二人同時で全く同じ言い方で言っててなんかもう怖かった逆にもう恐怖びっくりやけど今日東京リベンジャーズ好き大好きあゆみがマジで初めてハマったアニメって言ってもいいぐらいよチーム見たことあるいやあるめっちゃあるなんかこの光景夢で見たなって反省会中にめっちゃ思うし学校でもめっちゃ思う前世で双子やったんやろ双子やったんかなマジでマジで多分前世もつながってた波に怖い怖いぐらいにほんまに怖い何してるお前目立ちと一回あとはねめちゃくちゃ長文を全部さ最後の最後までハマったことがあったなんかそうなんでとかおもろとかそういうのじゃなくてなんか長文なんだけど長文を全部なんか言い方も単語も最後まで全部ハマった時あってじゃああれ天竺編に動かして天竺編私あれネトフリでもアプリで見る派なよねそのだから待つのが嫌いやねんなアニメをだから全部ドンって出た時に見たいでもクリスマスは推しが出ないから見てないはい、怖すぎてもキャーってなるもう怖い無理ってなるあれよ日プはね元 HKT の方が応募してた誰だっけ水上さんリミカ
さんみたいな、リミカさんみたいな感じの名前やった気がする。その子めっちゃ顔好きやねん、めっちゃ可愛かったもん。顔がドタイプすぎてさこれはチフユ、あ、チフユ、チフユターンも可愛いよね。でも最初チフユ好きな人やったけど、後からちょっと、うん、好きすぎるキャラが来たからミミミちゃん、え、ミミミちゃんって言うんや、リミカさん、そう、水上リミカさん、水上なんか合ってるけど、合ってるか分からんけど、そう、が応募してはって結構ね最後まで残ってはったよ。でももう顔が好きすぎて、あやみりみかさんのさゆさゆ、さゆさゆも通り見てるよな。水か、あ、水上なんや、あ、そうそうそう、その感じ、その感じだよ。それなんて読むんかなって思ってめっちゃ調べちゃった。結構もっとま、あのアイドルやったことある方が多かった。あみはちなみに春千代と千住ちゃんです。その兄弟が好き。ココナちゃんの、え、そうなの、ココナさん。じゃあちょっと終わろう、終わろう、やばい、11時間経ってたわ。では明日は平日なので7時からでございますわよ。皆様お気を付けてください。ありがとうございました。明日もよろしくお願いします。バイバイ。はい、男女呼んだからもう、はい、ドラゲンかっこいい、わかる。ドラゲンは文字で性格が好きすぎて泣ける、性格かっこよすぎて泣ける。はい、ではありがとうございました。バイバイ。